はい、ウクレレドラマです、本日は G ストリングのハワイアンスタイルというね、そのハイビスカスのレーザー彫刻が施されたモデルをご紹介したいと思います。ラベルもハワイアンスタイルというね形で G ストリングが作ってるモデルです。結構初期のモデルですね。こちらは艶消しサテンフィニッシュになってます。スペックで言うと、ボディはハワイアンコア、ネックはマホガニーですね。シワもハワイアンコアっぽいですよね。ブリッジも結構初期のモデルです。ペグは、後藤の UPT に交換してますが、もともとは、グローバーのフリクションペグがついてました。ヘッドもこんな感じでハワイアンスタイルの専用のロゴとなっております。トップサイドバックともに、2ピース材ですね。仕様です。弾いてみましょう。ちなみにソプラノのロングネックっていう感じですかね。微妙なとこなんですけど、ちょっとソプラノよりボディ大きいんですけど、まあコンサートと呼ぶには小さいかなと。で、12フレットジョイントです。15フレットまであります。388ぐらい、388ミリですね。で、12フレットでの弦高は約 2.5 ミリって感じですね。非常に弾きやすくで、なおかつ上品なハワイアンコアらしい音ですよね。立ち上がりの早い感じの音がします。っていう感じの音でございます。一番初期の頃ですね。これは、まだデレック清水さんも、制作に携わってモデルだと思われます。このサウンドホールの中のこのネックがついてる部分のね、木のとこにシリアルナンバーが貼られてくるんですけど、それがまだついてない頃のモデルです。一番最初はもちろんデレック清水本人だけでスタートしたブランドなんですけど、まあ
これを作ってる頃はおそらくもう何人か職人雇ってたんじゃないかなと思います。で、分業でやってた頃かなと思われます。この後完全にシリアルナンバー、それぞれシリアルナンバーには制作者のイニシャルも入るようになって、そうなってくると一人一人1から10まで一本のウクレレを作ると、分業じゃなくてハンドメイドで一人が1から10まで作るというような仕様になってきたんですけど、こちらはまだそうなってない頃で、なおかつまだデレック一人の頃じゃなくて他の人も雇ってた頃のモデルじゃないかなと思われます。ジストリングでこのサテンフィニッシュというのも珍しいですね。サテンフィニッシュ、艶がないフィニッシュですね。塗装はラッカーフィニッシュですね。サテンフィニッシュはね、まあピカピカではないんですけど、メリットとしては指紋とかついてもね、汚れが目立ちにくいというメリットはあります。本日は、Gストリングのハワイアンスタイルというウクレレをご紹介させていただきました。それではまた。